フランスの日刊誌が今回、フランスで開かれた世界の有名歌手らの公演のうち、ブラックピンク、ブラックピンクの7月のアンコール公演が最悪だったと評価した。写真、楽屋でヘアメイクを受けている部位を撮影するジェニール・パリジャンは2日、現地時間、今年5月から先月末までスタッド・ド・フランス、ステード・デ・フランスとパリのラ・デファンス・アリーナで開かれた有名歌手の公演を独自評価した結果を発表した。 ルパリジャンは評価結果を公開する前に、極めて主観的な順位、とし、誰かは幸せに思い、誰かは羨ましがり、誰かは不幸だと思うだろう、と言及した。ブラックピンクは7月15日、フランスのスタジアム公演会場のスタッド・ド・フランスでワールドツアーコンサート、ボーン・ピンクのアンコール公演を開いた。同日、会場には5万5000人の観客が訪れた。 ルパリジャンは当時の公演について、スタッド・ドゥ・フランスを埋め尽くした監修がいるからと言って、それにふさわしい公演があるわけではない、とし、韓国の K-POP 熱風を起こしたブラックピンクのコンサートから帰路について下した結論はこれ、と評した。また、振り付けがあまりにも教科書的で、メンバー間の意思疎通不足でたびたびお互いの前を通り過ぎた、と指摘した。メンバーを捉える映像が気ぜわしかった点、 合間に休憩時間が多すぎてリズムが崩れた点も短所として挙げた。ルパリジャンは特に公演の最後に一人のメンバーが理由もなく舞台を離れ、残った三人は特定のプラカードを持った監修を呼ぶという、とんでもない状況が繰り広げられたと批判し、人気に応えられなかった賞だった、と批判した。ルパリジャンが名指ししたメンバーはジェニーで、ジェニーは他のメンバーと公演をしていた途中で、 戻ってくるという言葉を残して舞台を離れた。ジェニーは3分後、黒いズボンを白に着替えて再び舞台に登場した。ルパリジャンは5月にスタッド・ド・フランスで開かれた米国バンド・メタリカの公演も、一部の観客は舞台の近くに行くために300ユーロ、約4万7200円以上を支払ったにもかかわらず、わずか2時間でアンコールなしで公演が終わった、と酷評した。一方 今年7月にスタッド・ドゥ・フランスで開かれたカナダのシンガー・ソング・ライター・ザ・ウィーク・エンドの公演を最高の舞台とした。新聞は舞台のセットやボーカルなどあらゆる面で、今回最も完璧で大胆な公演だったと評価した。